こんにちは。体のエナジー前勝負です。今日は2024年の8月17日を5時間近く過ぎましたが、見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段49.48ということで、また50円をね、切ってるんですけど、本当にこの50円を切ったり、一応一瞬戻ったりというのを繰り返してますね。はい。今日も先ほど一瞬だけね、50に当たって、また戻ってきてるということですね。はい。で、昨日は、ここで51まで一瞬行ってるということですね。はい。日足ですと、こんな感じで、ちょっと、膠着状態ですけど、これ抜けるときはね、なんか下に行ってしまいそうで、怖いですね。はい。じゃあ、ツイッター見ていきます。はい。インプット、アウトプットですね。はい。レア、エボ24、セカンダリステージに愛を示し、ハイドラドゥームの制作に関する完全な情報を入手してくださいということで、ハイドラの進捗に関してこのイベントで報告があるということで、このイベント、レア、エボ、このイベント自体がね、すごい盛り上がっているようで、いろんなツイートが流れてきます。はい、こちらは、レースウォレット、ミッドナイトって書いてありますね。愛知さん。レアエボ24の初日は大成功だったようですね。講演者の話は以下のポストから聞くことができます。どの講演者も熱いメッセージや議論を交わしています。また各ダップスの開発者やコミュニティのポストも非常に感謝と感動にあふれていました。見ているこちらまで元気になりますと。はい、こんな感じで、イベントのアカウントですね。こちら。初日は信じられないほどでした。私たちと一緒にこの業界を祝うために来てくれた皆さんに感謝します。一日全体をここで視聴できます。ということで、ゴーサムネチャイルズさんを映ってますけど、これ8時間のビデオになってましてね。はい。ちょっと全部なんてとても見えないんですけど、本当にね、こういうデータ提供してくれるの嬉しいですね。はい。で、先ほどのハイドラについては、ダラボさん。私はカルダのビットコイン 2.0 だと考えます。ハイドラがライトニングネットワークの 2.0 であることは明らかです。ライトニングネットワークは2人のユーザー間でビットコインを送信することしかできず、SC、サプライチェーンかな、実行することができません。ハイドラヘッドは複数のユーザーに対して開くことができる、ユーザーは様々なカルダのアセットを送信できますと。はい、カルダニアさんからは、アベーバス C4224TPS ということで、暗号通貨のどこかで 4224TPS を見たことがありますか？昨日ハイドラのハイドラで人々がドゥームをプレイしているのを見ましたということで、4224TPS が出てますよということですね。はい。これがちょっと他のチェーンと比べて、1番なのかどうか、何番なのかどうか、これだけじゃないよという考え方もありますが、はい。少なくともハイドラがもうすごい、機能しているよということですね。はい。で、このイベントいろいろありますけど、今日はこれじゃないですかね、やっぱり。スポーさんからチャールズ・ホスキンソン氏の動画、100万ドルのバグ報奨金プログラム。チャールズ・ホスキンソン氏はネバダ州ラスベガスのレアエボのサミットから動画、If you can hack,You can keep it, $1 billion を公開。ペーパーウォレットの新しいセキュリティ機能について詳しく説明し、100万ドルのバグ報奨金プログラムが発表されましたということですね。ちょっとこれの解説を見ていきます。はい、シボさんのホームページですね。100万ドルのバグ報奨金プログラム。こういうのって久しぶりな感じがしますね。チャールズ・ホスキンソン氏はネバダ州ラスベガスのレアエボサミットからこちらの名前の動画を公開。ペーパーウォレットの新しいセキュリティ機能について詳しく説明し、100万ドルのバグ報奨金プログラムが発表されました。レースチームはレース 1.14 に新しいセキュリティ機能が追加されたことを発表しました。この機能は2024年のレアエボでチャールズ・ホスキンソンによって公開されました。ペーパーウォレット機能によりレースの使用がさらに簡単になります。具体的には既存の PGP キーを持つユーザーは暗号化された QR コードを使用してウォレットを復元できるようになりました。ホスキンソン氏は PGP、Pretty Good Privacy を使用した暗号化を組み込んだ新型、紙のウォレットを紹介し、公開と秘密の QR コードを備えていますが、秘密の QR コードは暗号化されています。この革新は PGP 暗号化されたメールのセキュリティレベルに匹敵することを目指しています。このセキュリティシステムに対する信頼の表れとして、バグ報奨金プログラムが発表されました。USDM デジタル通貨で100万ドルの報奨金がこのウォレットをハックできた人に提供されます。このプログラムは、モネタ USDM と
パートナーシップで実施され、年末まで続きます。年末までということは、4ヶ月ぐらいですかね。さらにこのウォレットは複数のブロックチェーンアセットをサポートしており、将来的にはビットコインや他の暗号通貨を含む予定です。この取り組みは、リプレイ攻撃など一般的な脆弱性に対するデジタルウォレットのセキュリティ機能を向上させるための重要なステップを反映しています。はい、要約してくれてますね。要約は以下です。ということで、9点。チャールズ・ホスキンソンがラスベガスから新しい設計なペーパーウォレットシステムについて発表しています。2、このシステムはレースウォレットで生成されたペーパーウォレットを BGP 暗号化する仕組みを持っています。3、公開 QR コードと非公開 QR コード暗号化済みの2つがあり、コードのセキュリティを提供します。4、このシステムの安全性を証明するために100万 USDM 相当のバグ保証金プログラムを開始しました。5、ハッカーがこのウォレットを破ることができれば、その保証金を獲得できます。このプログラムは年末まで続きます。この新しいシステムは、従来のペーパーウォレットの弱点であるリプレイ攻撃を防ぐことができます。将来的にはこのシステムはマルチアセット、マルチチェーンに対応し、ビットコインなどの暗号通貨もサポートする予定です。テンプレートのカスタマイズやパートナーズプログラムなど、さらなる機械拡張も計画されています。この発表はレアエボサミットで行われ、レースウォレットの機能拡張の一環として紹介されました。このシステムは暗号通貨の安全な保管方法として、業界で最も安全なペーパーウォレットソリューションを目指しています。とはい、で、チャールさんがこうやって実際にね、ペーパーウォレットを見せて説明してますね。はい、レースウォレットのホームページですけども、こちらにありますね。ペーパーウォレット機能の使用、すでにレースを使用している場合は設定、セキュリティの順に選択し、ペーパーウォレット生成を選択します。これを使用するためには既存の PGP キーが必要になることを忘れないでください。レースを始めて使用する場合は、または既存のウォレットを回復している場合は、ログイン時にペーパーウォレットを作成してダウンロードするオプションが表示されます。財布を取り戻す必要がある場合は、印刷された紙の財布の QR コードをデバイスのカメラにかざすよう求められます。ということですね。はい、まあ、ちょっといろいろやるのも大変なので、ちょっと私はまだちょっとやらないと思いますけども。はい、まあ、このバグバウンティーって、本当にさっき久しぶりって言いましたけど、これをね、破る人が、出てくるのか出てこないのか、まあ、これもチェックですね。はい、変わりまして、インターセクトジャパンハブ、8月10日、憲法ワークショップ、大阪の報告、ソーシャスとインターセクトジャパンハブで、大阪憲法ワークショップを開催し、総参加者数30人で予算に関することなども憲法に含めるべきかなど複数のトピックで意見を出し合い、それを提出しました。この大阪憲法ワークショップは後に続く憲法ワークショップで参考とされるでしょう。また12月にアルゼンチンで行われる最終憲法制定会議があります。そこに向かう代表者を立候補者の中から投票で選出し、太一横山さんが代表者として選ばれました。控えた代表者の方はセイラユンさんです。私たちは彼らを誇りに思います。ご参加いただいた皆様、次回は8月31日、東京で憲法ワークショップが開催されます。ぜひともご参加くださいということですね。はい、こんな感じでね、皆さんがこうテーブル囲んでいろいろ議論されてるんですね。はい、で、今後のイベントも書いてありますね。8月24日の土曜日が岡山のミートアップ。8月25日が福岡でのミートアップ。9月の10日がテックオインパクト、まあ、ここチャールさん来るんですね。体の創業者チャールズ・ホスキンソン氏登壇と。で、9月の12日、これ初めてお伝えすることになると思いますけど、徳島体 のミートアップということで、この間大阪であって今この鈴木がこうなので、本当に西日本ばっかりね盛り上がってる感じがするので、東日本の方とか、北海道の方とかね、北関東の方とか北陸の方とか、はい、ぜひなんかこういうのやっていただけると日本中が盛り上がる感じになっていいかなと思います。はい、あと WebX のサイドイベントとしてカルドのミートアップを設定したんですけど、まあ、これは本当にこうお店がね、クリプトは P2P を借り切ってやるので、人数が限られているので、20名の参加で、満員御礼ということになりました。ありがとうございます。本当に知ってる方はほとんど来てなくて、
いろんな業界の方がね、これを見てきてくれたので、コミュニティをこう広げる感じにはなっていいのかなと思ってて、まあ、こちらでね、頑張ってみますので、よろしくお願いします。で、このお店自体は、まあ、いつも言いますけど、2000円で飲み放題、やってますんでね。はい。まだ NFT、今月分まだ19枚ぐらいかな。はい。20枚設定してるんですけど、余ってるんで、ぜひなんかイベントのついでにでも寄っていただければと思います。よろしくお願いします。はい。では値段に戻りまして、49.61円ですね。14,012.9×49.61 で元本が10万円ですので、計算しますと59万5180円のプラスということになりまして、595%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。